リハルト・クラウスは、ドイツの指揮者。シャルロッテンブルクに、テノール歌手のエルンスト・クラウスの息子として生まれる。ベルリン高等音楽院で学び、1923年から1927年まで、ベルリン国立歌劇場で、エーリヒ・クライバーや、レオ・ブレヒラのアシスタントを務めた。1927年から翌年にかけて、カッセル。 1928年から1933年まで、ハノーファー。1933年から1937年まで、シュトゥットガルトのそれぞれの歌劇場の指揮者を務め、1937年から1944年まで、ハレの音楽総監督に就任した。この音楽総監督時代に、ヘンデルのアグリピーナを疎遠している。また、 1942年には、バイロイト音楽祭にも出演しバーグナーの、さまよえる、オランダ人を上演した。1947年より、デュッセルドルフの歌劇場の指揮者となり、翌年からは、ケルンの音楽総監督を兼任した。1953年には、ベルリン市立歌劇場の音楽総監督に転出し、1961年から、母校で教鞭を取った。 その傍ら、1963年から1969年まで、北西ドイツフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を、務めている、バイエルンのバルヒシュタと似て没した。http コロンスラッシュスラッシュ m i l l i l i t r e n a x s o s j p スラッシュアーティストスラッシュ59421ありがとうございます。